はい、職長にやろうかなって。1人ってなんか厳しいんじゃないかなと思うんですけど、自身はだって1人で職長になるんだったらお前だって何になるんだろうね。うん、理解しにくそう。上から入るからダメだ。もっと上から降りてくる。おめえさすげえさすアンチェ。はい、久々だよな。何日ぶり？久しぶりっす。何日ぶり？1日ぶり。2日ぶりじゃない。2日ぶりぐらい。現場だったらいいかな。そうです。え、こんなゆっくりは。まあまあ前から俺連絡して飯行こうやって。はい、じゃあね、行きましたね。1ヶ月ぐらい前からちょっとね、俺今日でもお願いだったの。そうです。いや、飯誘っても来てくれないですね。それはちょっとお前なだいぶ1週間ぐらい前ですけど、もう誘ったんですけど、今日ダメだって。ダメだったっすね。反応調子がなかったっす。反応調子がなかった。もう今日はでも大事な話だよな。はい。もうちょっとじゃあお前の口から言ったってや。そう、来年から、はい、そう、一人で、はい、職長にやろうかなって。そう。いや、じゃあもう、終わったらふざけてますよ。本当に。いい、来年から。はい。リュウジ君。ん？リュウジ君。まあ、俺は、まあ、商売やってほしいなって思うけど、はい、リュウジ君が話したけど、はい。まあ、リュウジ君は、いいですよっていうことだったよ。はい。うん、全部一人でやるんですか？まあ、その現場抜けるから抜けるなり。あ、だけど数字はもう今年もマジで悪かったもんね。はい。まあでも、お前はどう思うと思って。お前でも少子じゃなかった。そうっすね。まあ、少子なんですね。まあ、リュウジ君よりかは。うん。で、今どういう気持ち？今、一人でってなると、僕の時と違うわけじゃないですか。その、まあ、僕の時はまだだって売り上げは、これよりは下がったし、お客さんは別にそんな少ない状態だったので。うん。それはもう一人ってね、厳しいんじゃないかなと思うんですよ。ああ、そういうことは。はい。でも職長が二人ってなるとどういうふうに？いや、二人というよりは、一人は職長でいいんですけど、うん、まあ、ケツ叩く係じゃないですか。うん、まあ、職長。うん、で、もう一人はまあサブじゃないですけど、うん、まあ、僕の時でいいよ、リュウジ君みたいな。うん、まあ、うまいことちょっと現場終わらせてくれよ。うん、その、今俺やつとか、その可愛がってくれよじゃないけど、うん、自身はだって一人で職長になるんだったら、お前だって何なんだろう。うん、そう、絶対には、うん、いいこと言うね。いいな、いいこと言うね。はい、いや、まあ俺ももちろん、まあそう思うよ。まあお前の意見はどう？まあ職長になる、まあ、やるしかないって感じですよ。うん、やりたい。うん、それどういう考えでも、俺考えてます。どうやって考えてる？なんかそのミッチー君のと一緒のことやっ、くそやっても、そんな一瞬で言えないコンディション普通に。やってもやっぱうまくいくかもわかんないし、うんうん、だからやっぱいろんな人の意見を聞いて、うん、未知なやつ。いや、それもあんまり僕もわかんないですよ、やっぱその、うん、でも嫌いだったじゃない。あんまり嫌いだった。バチバチになるし。そういう嫌いだったこと、職業さんって嫌いって言えばちょっとワンマンプレイみたいな。ああ、どこだった、はい、でも僕その文句は言ってないですよ。リュウジ君との二人でこそこそ違う。それはすいません。嘘、あった、そうなんだ。後半、いや、後半じゃないです、最初の方です。後半は、まあ、リュウジ君がおったんで、うん、まあ、教えてくれたんで、リュウジ君が、うん、お前、もうちょっと優しくした方がいいんじゃないのとか、うん、そういうのはいるよな。はい、俺その時お前らアリだと思ってた。あ、うん、アリだと思ってたんですね。アリって働きやる。ほんと、あんでそれがもう、あ、なんだこいつみたいな。最初はそうでしたね。うん、でも、それがあるから速さが速くなったのもあるし、うん、っていうか、飯とか用意しようってなかった。いや、最初の方は全く言ってないです。あ、本当の最初か。本当の方は全く言ってない。いや、最初、まあ、多少一人で回っとった時も、うん、トシ君がおらん時です。福島行った時です。そう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 。うん、その時は一番良かったんですけど。同じ？ここじゃないだろ。まあ事務所が改装してね。
いや、わーって戻ってきたら、正しかったやつだろ。筋トレです。筋トレ。それだいぶ前ですね。あ、そうですね。まだまだ、あれで、トシ君も競合しとったもん。そうですね。競合の上だ、トシ君。トシ君も、なんなら、限定的に、はい、あと100回とか言ってました。怖っ。怖いよな。聞くだけだっていじめだもんね、シンプルに。コメントならわーわーわー言われるけど、まあ、会社って数字が絶対じゃん。数字出したら何でもいいんかみたいなことが書かれるけど、でもまあ人間関係ができてなかったら数字なんか出んなとは思ってもよる。だから人間関係はないらしいするっていうのは違うのかなと思うけど、ただ心配なのは一人でやっちゃいそうだよね。あ、でだんだんイラ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 してみて、はい、で、ボー君に変わってくるだろ。ボー君に変わってきますね。で、多分あの筋トレさせとるベトナムしてるけど、話し合うのに苦手じゃん。そうでもない。いや、そうでもないですよ。飯行ったりしてもらってるんで、みんなと。で、みんなってのは俺あんまり効果ないと思うから。あ、個別でってことですか。うん、個別の方がやっぱ個別指導、個別指導指導っていうか、もうそう指導と思った時代でもうダメだわ。もう上から入っちゃってる。あ、みんなの力を借りようと思って、お指導なんかしたことないと思って、めちゃくちゃいいと思ったのね。ちょっと冗談に言ったのガチで捉えられたと思ってる。みっちり、いや指導って、まあ、聞いたことあるの。は、聞いたことあるっすよ、僕も。俺はお前らが指導したって言ったことある。いや、指導したっていうか、その上から入るもんじゃないなって。あ、俺に言われたの。俺に言われたの。ネギの人は上から入るもんじゃないの。もっと上から降りてくる。直角に落とせる。直角に落とせる。名言でもなんでもないじゃん。だからみんな言うこと聞かれるんだって。直角に落とせる。どうなるかな。ちょっと心配な。ちょっとボー君になりそうだけど。まあ最初はボー君でもいいんじゃないですか。最初はボー君でも。あ、そういうの。はい。まあ、あんまり怒るとあいつらやめるんじゃないかなと思う。それは俺そうですね。大丈夫。大丈夫。最初はそうかもしれないですけど、確かに最初はそうですね、僕になりそうですね。確かに。多分でも一人二人やめていくと思うんですよ。あ、ほんと？下手したら。なりそうだよな。でもやめて気づくんじゃないですか。本人が？そこって、はい。なるほどな。やめて、でもあの時あえて言わなきゃよかったっす。あいつおったらもっと現場叩けたんです。ああ。そういう失敗も何回もあるから、もういいや別にこんなやつだったらもういいよって、みんな聞けるんだって思っちゃうけど、多分こっちも悪かったっていうかさ、理解したら結構ハンバーグした人、理解しにくそうだったんだけど、俺ね、最近ね、見てたやつやめて分かっちゃうって分かったじゃん。 YouTube で担当で理解違う、ちゃんと9日間ぐらいはいた。1週間ぐらいだ。あ、そんなこと。意外とね。まあ、俺もその最大限やったと思ってるし、それは厳しさだけどね。まあ、音だけないですよ。ちょっと道間違えたら、お前らが人だって言っちゃうかってた。そりゃそうだろうなって。なんかアドバイス欲しいことがあるの聞きたいのは。聞きたいことは、嫌われるのは別にいいと思うんだけど、その覚悟はいるよな。嫌われる勇気だって。友達ではなくなっちゃうから、責任者って管理する立場だからさ、はい、チームのリーダーってそうじゃん。だって本当にもう本当に全員のミディアコンとも左手っていうのがあるんだよ。そのしょっちゅうあるよ。あるっすよ。やってみてだな。ちょっとサルカレーズにはちょっと良すぎて、ちょっとどこで見ようか。頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。ハゲができてるのでこっちが？こっちが？もうグルグルになって。お前ならちょっと消せさせてみるみたいな。はい。はい。じゃあ社長皆さん。はい。まあ将来。はい。というか来年から職長。楽しみが、まあ、私とか成長していくっていうのは、はい、まあ、それによって動く可能性もあるけど、まあ、しょうがないしな。はい、じゃあ今後また、あ、
そうか、あの足場さん、土佐さんでもあれですけど、もうほんとちっちゃい1頭分でも買い取りやってますんで、ぜひ少ない足場代でも買い取りしますので、1個に書いてください。そうあと、ゴルフは4月 ?3 月 ?3 月19日3月19日日曜日日曜日、はい、多分三重です。三重県のどこかで鈴鹿とかね、あ鈴鹿関東にしようかなでやろうかなと思ってますので、そういうイベントごと全部、うん、何事にもイベント、うん、とりあえずイベント全部、うんうん、あのメール送らせていただきたいんで登録していただきたいですね、うん、そういう飲み会とかな、そうそうそう、うん、いろんな、まあ、俺はちょっと本当に真剣にちょっと勉強会で、まあ、そういうのもあるかもしれない、さんとか情報交換してそんなこともやりたいなと思ってますので、ぜひせーの、あ、3ヶ月後に翔くんがオープンになってるかどうか楽しみに、ではチャンネル登録お願いします。マジでね、僕3ヶ月後にボークになってますんで忘れた頃になんかボークで、これこの動画見てるとまた出てくるんだから、多分つながってくるから、多分ね、思い出した頃に出てくるかもしれない。そう、思い出した頃にボーク発狂してるっていう動画多分3ヶ月後に社員2人やめましたんで、岡部竹畑龍也が言うんじゃないな多分龍一があれはまだ言えるし、それもメンタル言わそうですかね、メンタル言わそうだね、お二人が暴君にしようとか言って爆速から暴君になったやってるかもしれない楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。せーの、おめでとう。Yeah.